ラジオカー今日は岩沼に来ております、はい、相変わらず暑い日差しが降り注いでおりますけれども、ここはですね岩沼の4号線沿い岩沼消防署道路挟んで向かい側にあります、はいはい、味噌蔵麺香さんというラーメン店なんですけれども、うんはい、こちらでですねあのオープニングでもお伝えした通り、うん、小川さん家族の作った千羽鶴をぜひ譲ってもらいたいということでその思いもお聞きしていきたいと思います。店主の太田正信さんです。こんにちは。こんにちは、太田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お店の方は地震の影響というのはいかがでしたか？おかげさまで、営業できるような状態ではありますけど、うん、あの屋根の一部それから壁、いろんなところでちょっと亀裂を起こしたりとか、うん、そういった状況ですけども、なんとか営業できる状況です、うん、今でも道路目の前はひびが入っている箇所何箇所もありますけれども、その震災があって営業再開したのはどのくらいになるんですか？2週間だけ休みましたね、はい、早い2週間だ、はい。一応ライフライン、電気水道ガス、意外と早く復旧しましたので、まあ、その前からも本当に、何とか提供したいなということでいろいろ試行錯誤したんですけども、なかなか資材なんかも届かない状況で、なかなかスタートできない、そんな苛立ちさをずっと噛みしめながら2週間を過ごしました。材料がねなかなか手に入らないという状況まだまだありましたけれども、ただその2週間でオープンということで、まだ2週間ですと周りのお店もあまりそれほどやってない状況だったんじゃないですか？そうですね、はい。まだまだやってないところがありましたね、はい。でそんな中でお客さんも多く来たかと思いますが、反応はいかがでしたか？もちろん通常のメニュー表通り、提供することできなかったもんですから、もう本当に格安で、もう一杯のかけそばじゃないですけど、具材もあんまり乗らない状態でもね、本当にお安く提供しようということでスタートしました。でもあの頃のあったかいものって相当救われましたよね。そうですね、お客様本当に喜んでくれまして、毎日忙しくスタートしましたね、はい。お店の一押しが最高麺という野菜の際に光と書いて最高麺なんですが、こちらはまだその2週間経った時にはまだ出せてなかったですか？そうですね、出してません。野菜がたっぷり乗っていてね、私もお昼いただいたんですけれども、うん、ボリュームがまたすごいんですよ。もう深い丼にたっぷりとスープも入っておりまして、うん、もうこれ赤味噌仕立て香りが良くてね、でチャーシューがね炭火焼き、本当にいい香りがするんですよ。人気なんですね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい。で今回はその小川さんの千羽鶴、こちらの方でぜひ飾りたいということなんですけれども、太田さんはなぜ千羽鶴をお店に飾りたいと思われたんですか？そうですね、震災後私も常連さんでない方々がぷっつり来られなくなった方とかもたくさんおりました。それから来てくれてもやっぱり地震の話で、方が亡くなったとか家をなくしたとかそういう話が非常に多かったもんですから、なんとかそういう人たちにも温かいラーメン食べさせたいという思いがあり、仮設住宅を回ったりとかそんなこともやりました。はい、そんな中今回の千羽鶴ですけども、うん、思いのこもったものであれば店内に飾ってですね、いろんな方に見ていただきたい、そういうことを思って、ちょっと電話差し上げましたね、はい。今その目の前に千羽鶴が9つの束なんですが、およそ9400羽ございますけれども、太田さん実際にご覧になっていかがでしょうか？そうですね、うちにも折り紙をするパートさんがおりましてね、店内に折り紙を飾ったりしたこともあるんですけど、やっぱり、作るこれだけの量を折り、そして編んでいくっていうのは非常に時間もかかり、本当に心のこもったものだっていうことが分かりますので、はい、
でお店なんですけれどもね、あのテーブル席もあってカウンターもあるんですが、小上がりがあってあのとても和の雰囲気が漂うお店なんですけれども、あの天井が高いのでこの千羽鶴を上からぶら下げても下につかずに飾れるかなというお店ですね、はい、あの和風の店舗なんで、本当に天井高いですから、本当にたくさんの千羽鶴でも絶対あの綺麗に、ね、飾ることできるなと思いましたので、はい、どの辺に千羽鶴飾りたいなと今思われていますか。やっぱりあの店の中心になるような場所に、今あの実際にあの千羽鶴を見ましてですね、大きな束にして下げてみたいなと思いますね。でその千羽鶴お店の中央あたりに飾っていただけるということですけれども、ね、どんな思いで見ていただきたいですか。あの本当に震災した方々を含めですね、あの被災している本当皆さん、ラーメンを食べながらですね、千羽鶴こういったものを見ながら心を落ち着けるスペースができればいいなと思いますけどね、はい。でこちらの味噌蔵麺工さんのラーメンなんですが、実はですね今日から一つ新たな試みがスタートするということなんですね。はい、あのおかげさまで、麺工始まりまして8年半経ちましたが、あの今日あの郵便局さんを通じてですね、お土産ラーメンの販売がスタートしました。宮城県の郵便局ですね、そちらを訪ねていただけますと、うんうんうん、お土産ラーメン購入できますので、うん、はい、郵便局で、はい、8日の日にあの出発式を行いまして、うん、で今日からいよいよスタートということで、販売になりますので、でなおあのこちらの U パックにはですね、今回あの売上金の一部を義援金として、本当にあの義援金の方に回そうということで予定しておりますので、はい、よろしくお願いします。まあ、その U パックを、ね、通じてこの義援金に回したりですとか、その、まあ、千羽鶴を飾るというこの太田さんがなぜそういった思いを強くされているのかなと今すごく思ったんですけれども、やっぱりあのお客様ですよね、はい、本当にあのたくさんの方利用していただいてますけども、本当に、皆さんあの来ていただけるお客様に、感謝を込めてっていうことと、はい、今日からですね、この後お店に飾っていただけるかと思いますので、ぜひとも小川さん家族の作った千羽鶴を見に来ていただきたいなと思います。場所は4号線沿いにあります岩沼消防署、道路挟んで、向かい側になりますので、赤と白紅白ののれんが目立ちますので分かりやすいかなと思います。さあということで今日はですね、小川さんの千羽鶴を届けにラーメン店味噌蔵麺工さんにお邪魔いたしました。店主の太田正信さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。